一人でできるもん。ジャッキーの歌もない一人でできるもん。ダラコメ。はい、ガイズ、マイネームズユーニバ。ジャッキー。ジャッキーもね、やっぱ辛いの食べてますから、出たとか、激辛焼きそば。ビログの方で作ってるのもね、見れると思います。はい、激辛焼きそば、ジャックのハバネロとわさびとからし味。三つどもえの戦いだね。だからジャッキーとサモハンとユンピョンの戦いみたいな。そういうことでしょ。ここ一番ついてますね。ここ一番ついてて、こうガバッと食べましてですね、すごいんだよ、わさびの匂いがすごいの。ジャッキーちょっとわさび苦手かもしれないよね。うん、ということでやっていきましょう。ガバッと食べまして、あの15回こうね鍛えます。いただきます。うん、でもこの間ハバネロ食べるから俺は辛いって、うそだよ。うん、違う、あ、違う、辛いとかじゃなくて、目が痛い。まあ、すぐ終わっちゃうから。うん、あ、うん、おう、あ、あかんやつだ、これ。あ、わさびの、うわ、何回やった？わかんない。え、5番ぐらいやったよね。うん、6。あ、7。消えちゃって、もうベロンって。はい。9。10。11。13。14。15。わー。え、なんか辛いもの食ってやるのやめよう。やめよう、これ。あの、汗の出方が尋常じゃない。っていうよりも、あんまりこことか鍛えちゃダメなんだよね、今俺。あの、やってんすよ、こうダーツ。ダーツやってんすよ。だから、あの、ここ鍛えちゃいけないっていうのを聞いております。ということで、わさびとからしとハバネロは混ぜちゃダメ。ということで、また会いましょう。むむ。コメントよろしくお願いします。 Please subscribe。 PC の方はこちら、スマホの方は下にあります、チャンネル登録、コメント、サムズアップよろしくお願いします。